皆さんこんにちは今日も滝巻チャンネルご覧いただきましてありがとうございますご覧くださいこちらですね私銀座にございますカーサロエベさんにやってまいりましたすごいでしょう。可愛くない久しぶりに来た私オープンした時に来てから来たんですけどこのお店すごいから上までありますので今日はちょっとバッチリ紹介していきたいと思いますはいちょっと私の着ている服をご覧ください可愛くないパーポーパーポー ほらシューズまであれなのネイルネイルネイルになってる知ってるこれ新色なんだってあのね新色って言いましてもねもうね 2023SS だから。 もう本当に冬が来たと思ったらもう SS よ忙しいわよファッション界は <laughs> そんな感じでね新作をご紹介していきたいと思いまーす見て「ロエベ」って書いてあるんですけど可愛いでしょもう明らかにロエベ明らかロエベでしょ <laughs> 私あんまりほらパープルのイメージないかもしれないけどまん、あ、とは好きなの着たいなと思ってるんだけどこのパープル素敵じゃないあとこのデニム用どう 正真正銘ロエベっていう状況で上にももっと可愛いデニムあるからちょっとご紹介していくんですけどちょっとまず1階からね私はチェックしていきたいと思いますみんな大好き小物たち私も幾度と買ってきたんでしょうか <laughs> こちら新作なんだってよかわいい 7g ジャガード私このバッグ持ってますけどまあ無敵ね何でも合わせやすいのでこのジャガード実はおすすめなんですけど可愛い,いねちょっと見てみようかこういうさもう最小のお財布でさ足りちゃうんだよ足りちゃうんだよちっちゃいけど私正直3個は買いましたジュングリジュングリね使ってますけどこれいいよおすすめ。 いやーまあほら1年に1回買い替えた方がいいとか言ってさあ言うじゃないそんなふうに意識してる時もあったけどもったいないからあのボロボロになったらしてる <laughs> もったいないじゃないでも今ちょっとお財布欲しいモードなのでね年末いろいろ見るとやっぱりちょっと欲しくなるわよね、まあ、来年もいい仕事できますようにっていうんで買い替える買い替えようかあそういうの気にしない私全然そう,う気,にねね気にするの勝さん気にした結果どうだったのえうん <laughs> <laughs> 言いい<に>肉 <laughs> あこれはなんかちゃんとつなげられるいいわねなくすから私 <laughs> ここのほらチェーンがさこれバッグについてるチェーンと同じような仕様になっててかわいいドーナツチェーン,ーェーンかわいい チェーンをさロエベのバッグにつけたらめっちゃ可愛いねだからなくす私みたいな方どうぞこっちバッグいきましょうかハンモックパズルアマソナ実は私はアマソナも好きなんですよもちろんハンモックとかもね皆さんも大人気でお持ちでしょうけどアマソナも私は恋を大にしておすすめしたいですめっちゃちゃんと入るしカジュアルにモテるの意外と結構この四角いあの形がコンサバティブなイメージあるかもしれないけどすごいね何時でも合わせやすいしちゃんと入るし使い 使い勝手として私結構ピカイチなんじゃないかなっていうふうに感じてますよ。次行くよ。はいご覧ください。こちらマフラー色とりどりでさ、今日なんて私ちょっとこれしてみようか。パープルパープルでちょっとやってみようか。えなんかあ優しいわーあったかいわーいろいろな巻き方あるけどさあいや心ここをえべ見せてさああ可愛いねー。 高いし色の発色が素晴らしいね出たロエベのゾウさん私も今日ゾウさん持ってきましたけど可愛い,いよね定番ですかこれはもう定番化されてますねした方がいいと思いますゾウさんはもう定番化した方がいいと思います余計なお世話だと思うんですけどなんかねパープル来てるわけいい色だねバックでさこういう色多いからちょっとこうバックに入っても可愛いね 使いやすそうちっちゃいお財布パンパンなんだわみたいな人にこれいいね正直さ私もさあのちっちゃいお財布にすんだけどさ結局はみ出てんだよね <laughs> <laughs> 無理すんなってみたいな感じになってるから <laughs> これぐらいの方が正直良かったりすんのかな <laughs> はいこちらバッグですななんか私これに目いっちゃったな先シーズンっていうか秋冬のシーズンからですね金具が全部ゴールドとかシルバーとかそうんじゃなくて同型になったの。 可愛くないもうそれだけでなんか新しいから2個目3個目のパズルにいかがですかこれなんかさ、本当同型になるだけで全然印象違うよねなんかよりカジュアルになるのかななんかそんな感じがするこれだからドーナツチェーンドーナツチェーンこれ別売りなんだよねえ知ってますよこれはもう別売りなのよでもこれあるとないと違うねこれは入ってるこれは別売りじゃないみんなそう良かったもう全部別売りだと苦しい嘘 <laughs> でもこれなんかちょっとアクセサリー感覚でちょっと足してあげるとまあこうもモテるしってことよね、えー、ドーナッツチェーンかわいいだからまあ同系で入れてもいいし同系じゃないもんつけてもかわいいのかな分かんないけど違うでもいいんですよねだからそういう遊び方をすればかわいいえー、かわいいこれはフラメンコフラメンコにちゃんとこれがついてくれたのですねフラメンコさんは本 こういう風に持つものだったんですクラッチ、ね、こういう風に持ってたりするえーなんかいいよねこれが付くだけで全然いいよねちょっと2階にねいろいろお洋服なんかございますので試着してみたいと思いますはいでは2階に行きたいと思います もうこののお店ほんと可愛いのまあもちろんねこだわりのこのインテリアもあのぜひねご覧いただきたいんですけど今日は新作をチェックしたいと思いますよ。でちょっと私気になるものございますので試着したいと思います。 これ、ね、あのデニムは定番のフィッシャーマンデニムっていうんだってかわいいねでもーブーツもさほらライベって書いてあるじゃんすっごい履きやすいおしゃれな人になってないちょっと私アクセサリーも変えてみましたゴールドにしていいねーちょっとこの辺の新作を見ていきたいと思いますね やっぱり後ろに黒嫁のマークが入ってるこれは上質なニットでございますかわいいよね結構デニムがハイウエストだからショート丈のもののバランスいいと思う<ー>白タンクはですね<ー>マストハブアイテムでございます秋冬もタンクトップ着ようよみたいなそういう流れだったんですけど春夏にかけて白タンクマストハブまあこういうさカーディガン合わせてさもうタンクトップにデニムそれだけでも普段素敵じゃない もう絶対買いだからねタンクトップはあとそれに伴った体作りこちらも忘れないようにしたいときにもう大変よね <laughs> このスウェットもこの前そういうスタイルもお似合いですね,ね<ー>似合ってるよねこ,こ,ううこういうデニムにスウェットってさちょっと私ななんかどっか女性っぽさ入れたくなるんだけど普段だったらなんかロエベさんだって平気じゃないカジュアルなんだけど綺麗だよね <laughs> このまま着て帰りたいんだけど <laughs> いやこれほら見てじいじゃゃん <laughs> そうそうそうじいちゃん好きなのよ私デニムオンデニムでさ着たら可愛いじゃんいやーこだわりの「もう一個ここにウエストついてるよ」でこれがもう互い違いじゃなくて <laughs>。 アシメトななってるのあんまりないよね、いろんなじいじゃんあるしこれはちょっとオーバーサイズ気味だけど、まあ、最近で言ったらこれをもうオーバーって言わないぐらいのサイズかなでこっちが割とタイトめにできててまた全然違うバランスで着れるこちらはこんな肘にもロエベついてるよこのブーツも買えな気がしてきたんだけどいろんなショートブーツあるけどねこのロエベ可愛いわスーパー、ね・ルキャスイねえこ 色まだありますか。前のシーズンはこうだったんだって、で新作はこうなって。いいね、いいね、いいね。ええー、どの色も捨てがたい、こういうちょっとさ、あのレアな色を履いてるのもいいね。うん、春先ワンピースとかさ、そういうのに、こういうポテットした靴履くだけでもおしゃれじゃん。いや、私馴染んできちゃったな。このまま帰っちゃおうかな。わ<う> <laughs> かる。<laughs> ちょっとじゃあ、あまた着替えまして、服をチェンジしていきたいと思いまーす。 さあすごいくない注目しないでって言ったって絶対注目されるでしょうこちらの靴リボンついてんのよ。もうこのさやりすぎ感がたまらないよね。 グリーンとシルバーのねちょっとトーン合わせてみましたけど可愛くない。<ー>これはパンツはレザーになってます。トップスはブラウスなんだけどここにもちゃんとねウェーブのマークが入っております。<ー>おしゃれねー。<laughs> 私ちょっとこれでアウターを合わせてみたいと思います。あ、もう同系色で行ってしまいましょうか。こちら。 なかなかこんな綺麗な色ないよね中のブラウスがちょっと長いからバランスが逆面白くない鏡見えないけどさかわいいですようーん絶妙 <laughs> 全部こういうふうにさポケットにちゃんとついてて<う>あ<ー>私があこれお財布つなげられる本当ほら やっぱりジョナサン、ジョナサンさんと私通ずるものがあるわわー素敵ね素敵ダブルフェイス裏地のないこういう感じでちょっとスリットがこうたくさん深めに入っているから歩きやすい足さばきが良いこれまた上級テク上級テクこういうものでショートもなんかちょっといいねおしゃれ度高ちょっとハンガー可愛い <laughs> いいねショートだとまたちょっとバランスが面白いんじゃないあったか <か>そうと <laughs> 動きやすいんだ動きやすいでもこの中から見えるここがさおしゃれじゃない <laughs> あら素敵ねーいいわねいいわねいろいろあってもうじゃんじゃんきてこいくよじゃん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 これ。 マスキリーなコートですねこれはねこの中にこういうあ、だから絞れるんだ中でスタイルがよく見えるやつそういうことですかどうでしょうあーまたこれ襟がちょっと大きいのがあれだねいいねスタイルよく見えるどう <laughs> やっぱグレーでもさいろんなグレーあるけどやっぱり品のいいグレーね定番のアナグラムコートなんと紙のように軽いよ。<laughs> もうこれは誰でも似合うねこれは素敵なんかパッと華やぐねなんか春先まで着れそうなコートこの色もあるよってこと白かこの色かあとはキャメルこちらもあります全部シルバーのアナグラムのボタンが付いてますこれアクセントになるね華やか素敵です3色だって時間三匹のクレーエントリーでアパレルの挑戦する場合は何が えー私それはもう自分の心に聞いてよ <laughs> <laughs> けどやっぱりもちろんねちょっと高級なんだけど私はコートを3着ぐらい持ってるけど結局毎年すすすすすすごく着るんででおすすめはおめすすめかもしれないですねそうまあこういう定番のものはやっぱりおすすめかな着やすいかなでやっぱりねこうダブルフェイスもすごい軽いんでついつい手が伸びるっていう存在ではありますのでこういったものなんかとてもおすすめなんかで。 ありますはいじゃあちょっとまた着替えてきますねはいはい、はい、着替えてまいりましたねえこの靴ご覧いただきましょうこれですよバラすごいよねこれロイブさんのワンピースなんだけど私なんでこれを着たかっていうとちょっとすごいものを見つけてしまったのねちょっと待ってでもこのワンピも可愛くない,いコートの中は割と薄くていいやって,ってこういうワンピース着て今日も着てきたんだけどこれポケットもついててさ こういうい立体感があってで、これ半袖着てるみたいになんかディティールがやっぱ可愛いのよ。買った方がいいかなと思ってるのねまたこれも。<laughs> ななぜなら私のインパクトのあること好きなんですごいものを見つけてしまったんですねこれはちょっと着させていただきましょうかこれはですね質問をいただくと思うんですけどこれは軽いんですか重いんですかっていう質問あるかと思うこれは重いです非常に <laughs> よっこいっすっていう状況でもうインパクトしかない。 人なんだけどなんかまとまってるんだよねいや普通じゃないなんかもうだんだん普通なってしちゃったらなこのまま歩ける気がしてきたんだけど気になる方はこちらのカーサロエベさんにぜひいらしてください <laughs> 着る価値あるわよでもこれあ、三0ちょっとした絨毯より高いアートピースそうよねあ、じゃあ飾っとけいいんだあ、そうだそうだ着ないときは飾ってリビングとかにアートで よく見えないかもしれないけど色はねネイビーと黒とネイビーとちょっとこうブルーとかそういうものグラデーションになっててさまあ手が込んでるけどさささ,さ300万 <laughs> いやかわいいもういいもの着せてもらったただこれで公園は行かないでねってことこれはあの銀座の街をプラプラっとお食事行くみたいなそんな時 モテーかモテないかって言われたら多分モテないわ <laughs> <laughs> はいというわけでたくさんご紹介してきましたがいかがだったでしょうかいやー可愛かったね 銀座のねこちらカーサーロエベさんなんですけどやっぱりいろんなショップたくさん私も見てますけどロエベさんここはねやっぱりねさらにいろいろ集まってますので是非こちらにお越しいただきたいと思いますバッグからコートから小物からあとはねキャンドルとかフレグランスなんかもギフトにもぴったりだと思いますのでそちらの方も是非チェックしてみてくださいうん重量感がある <laughs> まあこういういアートピースみたいなものからいろんなものがございますのでぜひショッピング楽しんでみてください,、うんはい。というわけで最後までご覧いただきましてありがとうございました。